今日はふざまさん先生ピーです。今日はね、つけ麺風に食べてみようと思います。で、先生ピーのつけ麺ラーメンを食べてきてると思います。ネギ入れます。これね、こってり大好きなんですよ。今の気持ちはソファーいいコースじゃんみたいな感じで妄想に似たような気分ですね。では、 つけ麺いただきます。うん、これはおい、うん、もんかし麺もあります。 僕が小学生の頃通した小学校は家の近所にあるんですけども、当時はね、戦前の前と同じような造りで土間があったり川だりのコースだったんですね。今はそんなことないんですけど、そういうところに行きました。 その時の教頭先生が黒節の目や貝ですね、ある日教頭先生が火事で全焼になりまして、次の日が学校に来たんですけどね、黒節の目が半分溶けて、皆さん今日はご迷惑をおかけしました。言うんですけども、おかしくてね、目が、 目が溶けてるのはどういうものかと思って、そういう思い出がありますね。つけ麺うまいわ。天下一品は冷蔵庫に入れるともうカチカチに凍っちゃうんですよ。油がすごいからね。でもこれでうまいんだ。 キウイの厚づきもうまいでしょ。ポンザマちょっと失敗させて逃走なんだけど、これはうまそうだな。 サンマがね、シーズンになりましたね。去年は不足だと言ってましたけど、今年はいいみたいですね。今年はサンマ食べたいな。
カネギでもいいんですよね。あれはあれでうまいから、骨までほろほろになってるからね。あれカツキでもいいなと思ってるんですよ。おいしいよ。すげえことね、すげえことになったな、俺は。脂がすごいからね。体のこと考えると毎日食べちゃダメなんだろうけど、食べちゃうんだけどね。私は天下一品からちょっと離れていて、車で行かないとダメなところにあるんですよ。でも通販で頼めば、同じ味が楽しめるんで。山くらいね。最近ね、がん後遺症が出てきて、左側の口では物が食べれなくなって、で、痙攣するんですよ、左側からピクピクピクって。で、口も開かないしね、後遺症がすごいな。してるのか、かさし返金をね、いくらもらえるかなんでしょう。数万ぐらいだったら、とてもやっていけないもんな。それは怖いな。まあ、かさぎはいいんだけどね、そんな高層部に宿ってるとこもないだろうし。麺もうまい。このホッキ器がたまらんわ。初めて天気のこっちを食べてるわ。なんでこれと思ったんでしょう。こんなラーメン食べれるかと思って。嫌だったんですよ。それは友達の付き合いとかして、なんか一品食うようになって、今ではもうハマりまくってますね。これは一番うまいわ。全部ぶち込みました。あとは食べてください。イエーイ。
それ、行くんかな。このたくあんも好きなんでしょ。こっちのサルチンか、和歌山県のたくあんなんですけど、今はもうこれが大好きですね。麺がもううまいね。でもこれを食べたらまた太っちゃうかもしれないね。油満身だから。本当はさ、焼き魚とか煮魚食べてその方が健康的なんだけどね。ライブは可能なんでしょうけど、やっぱダメこういうの食べたくなっちゃうんだよな。少しずつ早いしね、何期か激水するんですけど、次は次に上がるんですよね。さあ、まもなく新種を迎えようとしています。残りメンマだけ。あの、最近野菜ね、家に電話かかってくるんですよ。そしたら、発信先は0時以上になってるんですよね。で、Google で調べてみたら、そしたら迷惑電話する人を腐れていて、なんか太陽光発電の、なんだとか、そんな、司会電話はどうもこうのね、そういう電話らしいんで、一切電話出ませんけど。どうして番号を探してくるのかなと思ってね。不思議ですよ。適当に書いてるのかな。のはもう、固定電話に一切出ません。携帯だけです、本当にね。迷惑しますよ。今更ながら。やっぱお腹いっぱいになるってことは幸せですね。お腹減ってると元気ないもんな。あ、そう。これね、GVG 加算でしょ。孤狼の地。役所さんがね、主人公で、警察だけ何をしてもええんじゃーっていうね、かっこいいですよね。警察だけ何をしてもええんじゃーん。そう、まあ、怖いっちゃ怖いけど、でも、楽しみました。
申しますね。今日も天気が一品でしたが、美味しくいただきました。食べることは義務です。それじゃあ、今日はこれまでにします。ごちそうさまでした。